最初からのプレゼントはこれだよ。うわー、すげー。これ葵ちゃんが作ったの？うん、でも難しいとこはお母さんに手伝ってもらったんだけど。あれ、ここちょっと歪んでる。あ、そこはね、ホワイトチョコ絞り出してる時、もうすぐサナちゃんが引っ越しちゃうんだ、遠くに行って会えなくなっちゃうんだと思ったら涙出そうになって失敗しちゃったの。サナ、俺からのプレゼントはこれだ。何それ、変なの？変なのじゃねえよ、ルアーだよ、ルアー。ああ、釣りに使うやつね。あんたが最近凝ってる。俺の手作りで、すげえいいやつなんだぜ。変なの。そういう姉貴のは何なんだよ。私のはね、じゃーん。うわ、なんだよ、へったくそだな。しかも片っぽだけかよ。しょうがないでしょ、一生懸命やったけど間に合わなかったんだから。ごめんね、サナ、こんなので。そんなことないよ。ななかちゃんのプレゼントは何？え、あの、ななかのも作りかけなんだけど、実はその、サナちゃんに曲を作ってきたの。え？あ、そんな作曲とかっていうほどのものじゃないんだけど、バイオリン習ってる先生にいろいろ教えてもらって、まだ半分ぐらいしかできてないんだけど、聞いてくれる？うん。それじゃあ。例えばシュウのやつ、あの時なんて言ってたんだろう。電車の音がうるさくて何にも聞こえなかったな。Yeah.
案外昔のままだな。5年くらいじゃ景色もそんなに変わってないか。お、あれ、ここは確か。あ、それにこっちはお弁当屋さんだったはず。そっか、やっぱ結構変わってるとこもあるんだな。ちょっと寄り道していくか。ここの桜はやっぱり咲いてないんだ。うわー、懐かしいな。ここでよくみんなと遊んだっけ。そういや、七香にあれあげたのってここのお祭りの時だっけ。これ、やる。さっき輪投げで取ったんだけど、こんなのいらないから七香にやる。言っとくけど自分じゃいらないからあげるだけだからな。でも綺麗な子だったな。ね、何か。あ、いや、そのおみくじを。おお、100円です。げえ、大凶かよ。しかも女難の層ありって。はい、どなた。あの、日高なんですけど、部屋の鍵をもらいに。サナちゃん、サナちゃんでしょ。え、あ、うん。忘れてなんかないよ。ただその、なんていうか、ちょっと見違えちゃって。もしかしてこれのせい。え、高校に入った頃から目が悪くなって描けるようになったんだけど、やっぱり似合ってないよね。そんなことないよ、メガネすっごく似合ってるって。本当に。もちろん。よかった。でもそれじゃ見違えたっていうのは。それはその。ごめんね、大家だから。
本当はご挨拶しなきゃいけないんだけど、お母さん今出かけてて。はい、どうぞ。荷物は午前中に引っ越し屋さんが来て全部運び込んでくれたから。机とかここでよかった？ああ、うん、これでいいよ。よかったら荷物の整理手伝うけど。え、ああ、そうだな。そうしてもらえると助かる。お、わーお。やっぱりいいよ、自分一人でできるから。けど一人だと大変でしょ。ああ、大丈夫、これぐらいなら一人でもすぐだから。そう？それじゃあ鍵スピアと一緒に渡しとくね。うん、私はこれで帰るけど、何か困ったことがあったら何でも言ってね。わかった、ありがとう。じゃあ。とりあえずこんなもんか。そういや葵ちゃん、本屋さんでよくダダをこねてたっけ？両方はダメよ、どちらか一冊になさい。どうして？なら買ってこれない方はここで読んでく。草加三蔵一押し今年のベストワンって、まだ4月なのに気が早いな。あ、サナちゃん、はぁ、もしかしてその本買うの？いや、そのちょっと面白そうだなと思って。これね、すっごい傑作、絶対おすすめ。そうなんだ。うん、現役を退いた手品師のところに知り合いの刑事が謎を解いてもらうっていう、いわゆる安楽椅子探偵物なんだけど、まず探偵役の元手品師の柄がもうすっごくいいの。それから老齢の彼に仕えていて、推理が行き詰まった時、毎回本人がそうと知らずにヒントとなる一言を漏らす執事もいい味出してるんだ。密室、見立て殺人、アリバイ崩し、ダイイングメッセージ、それぞれ趣向の異なる4本の短編で構成されてて、どれもいい出来なんだけど、特に最後に収録されてるのが絶品で、錯綜した謎が最後の一行で。あ、ここからネタバレになるから耳塞いでてね。もういいかな。ごめんね、私本の話になるとつい夢中になっちゃって。いいって、ネタバレはされなかったし。うん、葵ちゃん、本好きなとこ全然変わってないな。あ、そうだ、葵ちゃん、この辺でご飯食べるんだったらどこがいいかな？一応自炊しようとは思ってるんだけど、今日はもう外で済まそうかなって。だったらうちにおいでよ、ごちそうするから。え？いやー、ちょっと見ない間に立派になったな。いや、そんな。確か君がこの町から引っ越してったのが5年前だから、今は16です。そうか、葵の一つ下だからそうなるか。育ち盛りなんだから、たくさん食べてちょうだいね。すみません、いただきます。いやね、すみませんだなんて、あなたのご両親からもよろしくって言われてるんだから遠慮はなしよ。大家と田中は親子も同然って言うからな。そう、いっそのことおばさんと義理の親子になっちゃわない？それってつまり葵ちゃんと。ちょっとお母さん、何言ってんの？そうだ母さん、
結婚なんて葵にはまだ。もう冗談に決まってるじゃありませんか。そうか冗談か、うん、そうだな冗談だな結婚なんて葵には、うん、お母さんたら変なこと言うんだから。でもサナちゃん本当に帰ってきたんだよね。ただいま。ただいまか。本当に帰ってきたんだな。それにしてもあの葵ちゃんがああなってるとはな。だとするとナナカも。サナちゃん会いたかったよ。もしもし。なんだ母さんか。うんうん大丈夫。葵ちゃんとこう大家さんにも挨拶したし心配ないって。晩飯もちゃんと食ったしって葵ちゃんとこでごちそうになったんだけど。うん言われた通り明日の朝飯の材料も買っといたから。分かってる大丈夫だって。明日からちゃんと学校も行くから。うん、はいはい。どなた。あ、サナちゃん。あ、ごえ。寝ぼけてたからうっかりして。私の方こそいきなりごめん。あ、そんなことより遅刻だよ。私また寝坊しちゃって。サナちゃん一人暮らし初めてだからもしかしたらって思ったら。え、今日は始業式だからいつもより遅くてもいいんじゃ。そんな、朝ごはんも食べないで飛び出してきたのに。葵ちゃんってば慌てんぼうなんだよな。そうだサナちゃん、今起きたとこで朝ごはんまだでしょ。そうだけど。だったら私が作ってあげる。え、その代わり朝ごはん私もご一緒させてね。え、いやでもなんでエプロンが。ベーコンに卵、牛乳と、うん、材料は揃ってるわね。ごめん、食器一人分しかなくて。いいよ別に、これで飲んだって味は変わらないんだしね。ここが職員室。わざわざありがとう。あのサナちゃん、今朝のことなんだけど。ん？ほら、私が時間間違えて慌ててサナちゃん起こしに行っちゃったこと。ああ、あのこと恥ずかしいから誰にも言っちゃダメだよ。二人だけの秘密だからね。ああ、分かった。じゃあ、うん、職員室に何かご用？はいはい、みんなとりあえず席について。今日から1年間この2年 F 組を担任する藤村ゆずきです。担当教科は理科でも、頭の固い理系女ってわけじゃないのでよろしくね。うん、知ってる顔もちらほらあるわね。では始業式の前に、今日からこの桜の森高校に通うことになった転校生を紹介します。入りなさい。
タナ、シュウ、それにシュリも。あら、あなた若月家の双子と知り合いなの？知り合いどこじゃねえって。俺とサナはガキの頃から毎日一緒に遊んでて、ほんと大親友だったんだぜ。なるほど、それじゃあ要注意ってわけね。でやり、なんでだよ。ただいまより始業式の後片付けを行います。いやー、こっちに戻ってくるとは聞いてたけど、まさか同じクラスになるなんてな。これも俺たちの友情パワーってか。けどどうして急にこっちに戻ってくることになったの？うん、まあそれはいろいろ事情があって。まあいいじゃん、細かいことは。とにかく俺はお前が戻ってきてくれたのが嬉しいぜ。よかった、シュウもシュリも昔のまんまだ。でもいいわね、私も一人暮らししてみたいな。飯も満足に作れねえのに何言ってんだか。うるさいわね、私だって蓋開けてお湯入れるぐらいのことだったらできるわよ。カップ麺かよ。お、君もしかして昨日神社にいた？あ、君もこの学校だったんだ。はじめまして。じゃないか、昨日神社で会ってるから。おい、サナ。ちょっと。ん？ん？ナギス！それじゃあ今のが7か？やっちゃったな。私がナナカだったら即その場で電気アンマだね。うわ、あるいは股間にアイアンクロー。こんな風にギューッと。あー、ギブギブ、潰れる。次回マイセルフユアセルフ大切なメロディー、お楽しみに。あんまり楽しみじゃないかも。